行けるようになった。歯医者さんの看板がいつの間にかなくなりました。まさかの看板がなくなった。一体どこへ行ったのかな。看板がなくなれば大丈夫なの。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、よし、新聞社に向かってみよう。この世界線では初の。どうもこのシチュエーションはドラマならこんなナレーションが流れるシーンだわ。新聞社のよしこお姉さんはしんのすけのことが大好きだ。いつもロッカーの陰に身を潜めてしんのすけのことを目で追うよしこ。そんなナレーション。あなたいつからここにいたの？てか、なんで名前を知ってるのって感じよね。怖い。え、つまりあなたと私はすでに知り合いで、あなたは帰ろうとしたんだけど時間を戻されてまたやってきたってこと？それが一番のニュースよね。うん、信じられないかもしれないけど本当だぞ。信じるのか？しんちゃん、私信じるわ。あと私との約束の話も多分本当ね。もしあなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら、約束通りあなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習のお約束パート3。いつまでできんねんって感じやけど。おっと、これは珍しいお客さんが来たな。あれ、この話も聞いたことがあるぞ。うん、また新聞をね、記者になれと。しんのすけは驚いた。そしてやはり今回も記者に任命されました。ですよね。もうその辺はナレーションベースでトントンと。いい記事ができたらお小遣いをあげるよ。シュポーイ、シュシュポポ、シュシュポポ。もう二ツッコミまではないんよね。今日はどんな記事ができた？こんな感じでどうでしょう。これは歴史に残る大スクープだ。いい感じ。てかこの流れでさ、よしこちゃんがロッカーの陰から見よることも暴露されとるけど大丈夫？すごいぞしんのすけくん。しかもこのアッソー子供新聞とかアッソータイムズとかの話もどういう気持ちで。しんのすけ記者の記事による地域契約数は577人。お小遣い260円をもらった。ありがとうございます。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも、え、これでどうなったんやろ。我が新聞社の発展のため、まだ目標達成してないかな。あとちょっとやったよね。でも前回見た時、しんのすけ DJ 曲を5つ入手、そしてお小遣い1000円達成の道としんのすけ記者大活躍50本の記事。いつの間に50本の記事ってならんのかな。さあこれで今新聞社の状況はこんな感じ。どんな感じ。本日の新規契約者数プラス577人。新聞が大躍進。イエーイ。売上がすっごい伸びてるよ。大活躍だねしんちゃん。やったね。お、目標達成。現在の発行部数、目標数、2937までいったんか。次の目標何本やろ。我が社が大きくなった。君のおかげだ。ありがとう。よかった。また新聞の名前変わる？おめでとう。しんちゃんのおかげで売り上げが伸びて新聞社が大きくなったよ。よかったです。新しい新聞の名前は。お、変わる変わる。じゃーん。あ、そう、ワールドニュース。販売数が増えたのでボーナスを支給します。お、おめでとう。何？いいやつ？星4。ナンバー39、全能力アップ。全能力が80アップ。これはいいやつじゃない？多分。星5までは行ってないけど。てか、すでに持っとるやつがどんな感じやったか忘れたんよね。今、新聞が大活躍。次の目標は4000。はぁ、まだまだやね。頑張ってこう。頑張ります、私。ん？なんか星の数が増えとる。え？車も増えとるぞ。ねえ。え？やっぱりここに車なんかなかったんや。一周目とか。で、星の数も増えとるし。何？怖い。
怖い。そして頭ちゃんがやってきおる。待って、違うんだ。違う。おけつじゃなくて。よし。虫をね、捕まえようとしたのよ、私。微妙な変化があるんやね。イエーイ。捕まえさせてくれ。アゲハチョウ。さあ、二郎さんはまだいらっしゃらないね。モンシロチョウ。イエーイ。おいし。どうも、モットちゃん。ヘイ、いらっしゃい。今日はどんな用事？いやでも特にないかな。あんまり買い物することないんよね。いい加減にしろとか言われましても。いいよ。おお、ジローさん、現れた。お前、ティラノーンは怖くないのかよ。一人で出歩いてると食われちまうぜ。ブリブリーブリブリー。いや、どういう返し。そうそう、あんなに怖いティラノーンにも弱点がある。連中は大きな音が好きなのか、それとも怖いのか。ここで大きな音で曲をかけていると、動けなくなることがあるんだ。困ったもんですね。動けなくなる？どういうこと？てか、そこまでの大音量でかかっとんや、これ。そこにちょっとびっくりしたんやけど。しんのすけは怖いものある？ララコは何でもすぐに壊しちゃうから、それが怖いかな。ララコお姉さんはララコお姉さんが怖いってこと？そうだよ。うちの食堂に食器を洗う機械があるんだけど、ララクを使ったら10分で壊れちゃった。それ早すぎじゃない？やばい。運が悪いってこと？違う違う。壊すのが得意ってことだな。そこにララクの偉大さを感じてちょうだい。わけわかんないと思うけど。うん。でも私も機械はすぐに壊すけん、そこはわかるよ。わかりたくないけどわかるよ。ちょいとこっちの通りは行けるようになった。歯医者さんの看板がいつの間にかなくなりました。まさかの看板がなくなった。一体どこへ行ったのかな。看板がなくなれば大丈夫なの？行けるんすか。待って、虫を捕まえておく、はい、うん、なんかさ、歯医者さんが怖いっていう理由で通れんのじゃなかったっけ。看板なくなったらもうしんちゃんは覚えてないんかな。それならいいんだけども。でもこの辺危険やね。高圧電力送電中ってなっとるよ。触れたらビリビリくるかしら。お、ほら、もう新しい場所に来られるように。お、これはなんか新しいのをゲットしたよ。蝶々。くっ。イエーイ。お、これも新しい。3匹目かな。ちょ、待って、そこの、トンボもゲットしとく。お、これも新しいのか。イエーイ、いい感じじゃねえか。めっちゃいい感じじゃねえか。んで、この上は？おぉ、びっくりした。頭ちゃん。なんかそろそろお迎えが来そうな感じがしなくもないんよね。お、まだ大丈夫そう。お、イノシシに注意？出てきそうじゃない？お、アゲハチョウじゃないの今の。めっちゃ普通にアゲハやと思ったんやけど。ふっ、違ったのね。なんかこの辺飛び寄る虫が捕まらない。え？もしかしてめっちゃ手前。遠近感がよくわからん。もうちょい手前か。おお、めっちゃ手前やった。超絶手前やった。イノシシに注意。圧送警察署と書いてある。出るんかな、この先。なんかイベントで出そうじゃない？お、うぇー。ちょ、いっぱいいろんな虫を捕まえつつ。なに？見えてなかったんやけど、そこ。こっちしか見えてなかったよ。何を捕まえたんかと思った。で、この辺さ、魚もおるの気になるよね。ふっ。来い来い。この辺もどっか今まで行ったことある場所に繋がっとんかな、道。
お、新しいよ、新しい。いい感じ。さあ、そこの魚も来い。お、あ、あげちゃった。あげちゃった。あ、けどあれやね。飛び盛りとかと違って、あげた剣って、魚影が消えることはないのか。よかった。よっしゃ、来い。お、これも新しい。イエーイ。やったね。ちょ、いろいろ見てこや。絵日記。ファントムロボの巨大なおもちゃが大活躍。パンと弾けて消えたんだ。なんで弾けて消えるんやろ。よしこお姉さん、ラブラブビーム発射中。誰に向かって発射中？それはキャップだよ。てか、前と同じでいいじゃない。またまた記者に任命された。新聞社が大きくなった。新しい名前はアッソーワールドニュース。頑張って新聞社を大きくしたよ。美しい名前のアッソーワールドニュース。大きな音で音楽聞くと動けなくなるなんて、恐竜は音楽が嫌いなのかな？お、恐竜は音楽が好きなのかな？全然違う見解になっとる。ララコが怖いのは自分。何でも壊してしまうから。失敗を恐れず進め。お、いいね、前向き。歯医者さんの看板がなくなった。お、覚えとるやん。潰れちゃったのかな？あ、そういうこと？確かに今んとこないよね。水源の森ダム、姫しじみ、美しい青が見えないんですけど。目標達成、かなり珍しいオオルリシジミを捕まえた。お、マジで？珍しいんや。水色の綺麗な蝶々。ちょ、待って。あの、見たいんですけど。どんどん新しいのが記録されていく。これ。美しい青が魅力的、明るい山地に住んでいる。で、オオルリシジミ。姫シジミに似とるよね。綺麗な瑠璃色が魅力的、今では絶滅しかけてる。めっちゃ珍しいんや。オニヤンマ、日本最大のトンボだよ。メスの方がオスより大きい。キアゲハ、あ、なるほどね。アゲハに似てる綺麗な蝶、幼虫はセロリが大好き。ヤマメ、美しい渓流の女王、海に降りるのはサクラマス。そしてウグイ、川にも海にもいる身近な魚。恋の季節に赤くなる。何恋の季節って、いつ？いつですか恋の季節って。こっちかな。あれ？これ登山口や。マジか、そこに出るのか。ってことはもう行ったことある場所やね、全部。山の上牧場やし。なるほどなる。おお、倒れちゃった。ほら、腹が減ってもう歩けないぞ。お、なんか中に入っとる、サブローさん。あ、てか、あれやんね。夜の出前伝えてないわ。しんのすけ、どこ行ってたの？心配したわよ。すいません。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあなんか小さい変化、サブローさんが中におったりとか、ちょっとまた話しかけてみようと思うけど。そしてまあ大きい変化は、あの歯医者の看板がなくなっとったことやけど、建物自体なかったけん、やっぱ潰れたっていうことでいいんかな。もう普通に見知った道に出たしね。